中年オタッキーです。ちょっと激務が続いておりましてかなり疲れておるんですけども、頑張って動画を作っていこうと思います。というのもね、私はね、比較的動き回れる状況でね、写真とか撮れるんですけども、外出自粛っていうか、外出できない地域がどんどん増えておりまして、ね、写真どころじゃなくなってきてる人も多いと思うんで、ちょっとでもね、その僕が撮ってきた写真を見て、癒されるっていうかね、そのぐらいのね、そのフォトグラファーとしての力があるかどうかが微妙なんですけども、そんなわけでね、そんなわけでってどんなわけかわかんないですけど、今日はね、カメラを対決させていきます。これね、以前も1回出ましたけど、ヤシカエレクトロ 35GS っていうね、クラシックカメラと、この EOS 5D Mark III、これを対決させます。で、ヤシカエレクトロ 35GS にはもうないんですけど、現像しちゃってもうないんですけど、富士クロームベルビア50っていうね、まあ簡単に言うと世界で一番美しく撮れるリバーサルフィルムと申しましょうか、で対決していこうと思います。それでは動画スタートしてまいります。はい、じゃあね、始めていきますけども、まずこのヤシカエレクトロ 35GS ね、以前も紹介したんですけども、ついてるレンズがね、カラーヤシノン DX、45mmF1.7 っていうね、このレンズがですね、有名な富岡光学が製造したレンズということでね、非常にね、描写力が優れておるということで、結構ね、最近人気になってきてるカメラではありますね。で、カメラ自体のね、スペックはね、シャッター速度が最速で500分の1秒、外部露出形式のね、絞り有線 EE カメラ、AE 専用機ですね、絞り有線 AE 専用機になります。で、レンジファインダー式で、このファインダーの中のね、20像合致でピントを合わせる、20像合致式、で、パララックス補正もついておるんことはおるんですけど、結構微妙です。で、対抗するね、こちら、デジタルカメラの方は、フルサイズのね、EOS 5D Mark III、たまにね、前回の動画でも登場しましたけど、僕が持っているメインカメラになりますね。フルサイズセンサーを搭載してまして、画素数が、2300万画素ぐらいなんかな。ちょっと詳しくは知らないんですけど、適当だな。レンズはね、このレンズをつけて撮ってます。これは EF2470F4LISUSM のバージョン遅れのやつですね。一つバージョン前のやつです。マクロもね、搭載しててね、結構撮りやすいレンズになりますし、まあ、キヤノンの L レンズといえばこってりした色のりが、有名ですね。発色もよろしいということで、何よりね、最新のデジタル用のレンズ、性能が悪いわけはありません。このね、2台でね、勝負していくわけなんですけども、で、EOS 5D の方は撮影モードは、撮影モードっていうか、なんだっけ、ローで撮ってるわけじゃありません。私、色が見えないんで、ローで撮っても意味がないんで、基本的に JPEG 撮って出しなんですよ。で、風景、撮影モード、風景で撮ってますね。何スタイルだったっけ？もうなんだかわからなくなっちゃった。いろんなメーカーの言ってるから。で、こちらの方は、富士クロームベルビア RVP50 っていう、ISO 感度50のフィルムですね。まあ、実光感度はね、ちょっと低くて40なんで、一応これ設定40で撮りました。25以下がないんでね、PL フィルターを撮った時はもう仕方なく、ISO 感度25で撮ってます。でね、早速ね、見ていきましょうかね。1枚目がね、EOS 5D、2枚目がね、
なんだっけ、ヤシカエレクトロ3号 GS になります。ちょっとねレンジファインダー機なんでね、ちょっとずつね、ちょっと完全に同じ、構図というわけにはいきませんでした。で前回ね、あの EOS 5D のあの動画で、紹介した、写真と、似たようなものが出てきますけども、見てほしいのはやはり色ですね。今出している写真、最初の方はね、PL フィルター、は未装着です。で、かなりね、ちょっとレンズの長さとかも違って苦しい部分もあって、構図が違ってきてますけどね、これ僕色があんまり見えてないんですけども、これものすごく濃く色が出てますね。デジタルの方はね、やっぱちょっと淡白。これ、一応撮影モード風景ですんでね、一番ね、彩度が高いはずなんですけども、ま、今出てるね、チューリップの写真はどちらもね、PL フィルター装着で撮っておりますが、よりね、ヤシカエレクトロ 35GS、富士クロームベルビアで撮った写真の方が深く色が出てます。こういうね、あ、今この写真はね、PL フィルターなしですけども、まあね、これ色がね、これすごいでしょ、色がものすごく出てる。まあね、エプソンのね、そのスキャナーのね、アプリケーションでちょっとね、僕から見たらちょっとえげつない青に、見えないこともないんですけどね、これ、スキャンスタジオ F11 さんがね所有してるねフレックスタイトでもね、スキャンしてみたいところです。これ PL フィルターありの写真ですけど、これもね赤が素晴らしい色出てますね、ベルビア。そんなわけで、ちょっとね、レンズのね、画角が、まあ、ヤシカエレクトロ 35GS は 45mm 単焦点ということで、ちょっと合わすのにも苦労して、ちょっと構図が、違ったりもするんですけども、まあ、おおむねね、今回撮った写真はね、富士クロームベルビアが圧勝じゃないですか。かね、多分ね。で、なんて言うんですか、ディテールの差とかもね、ちょっと比較しようと思ったんですけども、ちょっと時間がなくてそこまで作ってないです。またそのうちやろうと思うんですけど、その リバーサルフィルムはね、全部取り上がったら、ディテール比較もしていきますけど、だからまたその時に、このヤシカエレクトロ 35GS の作例もう一回出てきますんですけども、今日はまあこの辺ということで、ベルビア50ね、素晴らしいね発色をしますし、こんな古いカメラでもね、純光だったらね普通に撮れます。露出系がね信頼できる、カメラだったんで、リバーサルフィルムってね、みんな難しいと思ってるんですけども、露出系がね普通に動作してる、信頼できるカメラだったら、純光だったらね普通に外れなく撮れます。中央部重点速光でもね、何でもね、外部露出系でもそうですけど、だから露出系の数値をね、例えば、スマホの露出系とかと合わせてね、問題ないっていうよりあれば、遠慮なくリバーサルフィルムに挑戦していいと思います。ただね非常に高額なんですね、高いんです。ベルビア50現在ね1900円ぐらいしてますね、1本で。現像がね、今回北村のナルト店さんに出したら1070何円だったかな、1000円超えてきます。つまり、フィルム購入と現像を合わせるとまあ3000円ぐらいいってしまうんですね。だから桜の季節がね、まあ、今回チューリップも撮ってますけども、こういうねそのなんかイベント、写真をね、その写欲をそそるイベントがあるような時にね、気合を入れてね撮るようなね、そのぐらいの価格になってしまってますけども、これ500円で買ってきたカメラですからね、まあレンズ分解とかしてメンテナンスはしましたけど、それにしてもね、そのジャンク500円のカメラでね、EOS 5D Mark III をね超えるような写真が撮れてしまう、リバーサルフィルムまだまだ現役で使えるんじゃないでしょうかね。
ね、これを見てね、うわすごいと思った人はね、ぜひぜひリバーサルフィルム挑戦してみてください。EOS シリーズにね、レールレンズをつけて、リバーサルを掘り込んでっていうとかのもありですけども、ベルビアは50なんで、あんまり暗いレンズで撮ると苦しいです。はい、三脚常用とかね、そういうことになってきますね。まあこいつはね IS が入ってるんで、フィルムカメラでも IS が使えるんで、その辺はねどうかとは思いますけど、まあ F2.8 ぐらいのレンズが欲しいとこですかね。はい、今日のねカメラ紹介っていうかフィルム紹介というか対決はこの辺で、はい、それでは、ここからはね視聴者様の作品のコーナーになってまいります。はい、視聴者様のね、作品投稿のコーナーなんですけども、ちょっとこれ撮影した後追加撮影してるんです。すいません、撮影し直す時間がないんで、順番がちょっとぐちゃぐちゃになってまして、侍ジャパンさんの投稿がね、飛び抜かしになってましたんで、侍ジャパンさんの作品から、2枚、1枚目がカフェの窓際で、2枚目が秋空ということですね。1枚目がトリップ35で、富士プロビア100の期限切れ。2枚目が、これもトリップ35で、ベルビアの50の方ですね。どちらもね、印象的な写真になってますが、今回注目しているのは1枚目のね、カフェの窓際です。これカフェとは言わずね、自宅でもね、できるとこはできると思います。外出自粛をね、する時代になってるんですけども、こういう写真をね狙ってもいいんじゃないかと思います。これねなかなかいい写真だと思いますね。ただトリップでねそのリバーサルを使うっていうね勇気がいりますけどね。まあリバーサルを使うかどうかともかく、こういう写真ね今の時代に合ってるものだと思ってすごいね注目しました。はい、侍ジャパンさんありがとうございます。ちょっとこれ追加撮影なんでこの直後に通常の何ですか視聴者様の作品投稿のコーナーが始まります。はい、すいません。はい、視聴者様の作品のコーナートップバッターはね、ドリームロコモーティブさんから、組写真3枚組の組写真でタイトルがホルガでアスペクト比12対5の世界ということで、カメラはね、以前そのやったやっちまったコーナーに出てきたカメラからこれ、ホルガ 120CFN、フィルムがコダック TMAX400、D76 自家現像、感度200での玄関現像ということで、やっぱそうですね、ジャンクで手に入れた LE ライドを改造して、やったやっちまったのコーナーに紹介したカメラですね。120のフィルム、ブロニー120のフィルムは使うのはもったいないので、35mm のフィルムを強引にセットして撮影した写真になりますということで、6×6 番よりも上下がカットされたアスペクト比12対5のフレームとなりました。ホルガ120はね、いくつかのバージョンが存在し、このホルガはプラスチックレンズということもあり、ちょっと甘い描写になっておりますということで、感度400の TMAX を使用しましたが、シャッタースピード、絞りとも固定、そうなんですね。シャッタースピード絞り固定なんだ。ということで、現像での露出調整を考え感度200の玄関現像ということですね。なるほど、カラーネガで撮った方がいいカメラにはなるんでしょうけど、甘い描写ということで、そうですね、甘い描写といえば甘い描写ですかね。これピント調整とかなしなんですかね。TMAX にしてはそのシャープネスは弱いかもしれないんですけど、面白い写真にはなってますね。これ超パノラマですよね。ですね、これシチュエーションによってはこのカメラで撮るのは相当面白いんじゃないでしょうか。こればっかりね、で撮ってこればっかりの点さそのさ展覧会とかもう面白いような気がしますね。いい作品ありがとうございます。ドリームロコモーティブさんありがとうございます。はい、次が
小寺さんの、作品、また組写真なんですけど、ちょっとね一風変わったのが来ましたよ。タイトルが、ハウツーっぽくなりますということでね、題名がね、タイトルが、フィルムのデジタル撮影反転テューブ、カメラがコダックスポット ISO800 期限切れということなんですけど、これ使い捨てカメラかな、ちょっと知らないんですけども、カラーネガーで撮ったやつを、デジタル、そのまとめてこれデジタルデュープしたんかな、でデジタルビューデュープに使ってソフトっていうのがワークスペースっていうことで、オリンパスユーザーの無料ソフトをで ロー現像、EM1M2 で、でユンボの写真が出てくるんですけど、これはマクロで接写しましたということですね。これは面白いことになってますけど、これオリンパスユーザー専用のねデジタルディープのアプリがあるということで、これベタ焼きのやつ、ベタ焼きみたいに見えるやつはその標準で撮ってるんでしょうね。ほんでマクロで撮ったらあのユンボの写真みたいになるということで、非常にね面白い、オリンパスのカメラ、デジタルカメラを持ってる方はねこれ、フィルムもねやってみたらいいんじゃないですか。ライトボックスが必要になってきますねこれね。はい、小寺さんありがとうございます。次はね一都市九さん、いつもの投稿ありがとうございます。2枚、バラ写真2枚、1枚目がね春の小川、2枚目がいい枝っぷりということで、カメラがね富士ズームカルディア、2000OP、フィルムがケントメア100ということで、これはあれですね、プラスチックのコンパクトカメラ、いわゆるバカなんとかカメラですね。それにしてもシャープに映っておりますね。春の小川ということですけども、これ山桜かなんかの一本桜でもないんでしょうけど、小川の前を流れてる、小川が流れてる前に桜と、その枝ですね、この枝の写真がね素晴らしくいいですね。日付もね入ってます。4月9日に撮ったということですけども、ただケントメア100にしては結構粒子が出てるんで、現像時間少し長いかなちょっとわかんないですけども、何度何分ぐらいで現像しましたか。もうちょっとね流情感は穏やかかもしれません。スキャナーにもよるかもしれないですけどね。はい、一都市九さんありがとうございます。次がこれじゃねえ、夢旅人さんか、夢旅人さんの、作品2枚、1枚目のタイトルが練習機、2枚目が遊歩道ということで、どちらもねペンタックス MZ10、レンズが 2880F3.5 から 5.6、 フィルムがコダックカラープラスということでね、ペンタックスの MZ10 ジャンクコーナーでレンズ付きで1500円で救済したカメラということで、そのまま撮ってるということなんですけど、綺麗な写りになってますね。これ電子機ってこれ T33、シューティングスターかな、これ結構古いね、終戦後間もない頃の朝鮮戦争以前ぐらいの機体ですね。遊歩道ということで、これ遊歩道のね練習機の方はね平凡といえば平凡な写真ですけども、被写体が素晴らしいんでいい写真になっておりますが、好きなのはこの2枚目の遊歩道の方ですね。これドッグアイレベルぐらいまで、下がって昼下がりぐらいの、遊歩道を撮ってるんでしょうけど、非常にね光と影がねクロスしてねいい写真になってると思います。はい、夢旅人さんありがとうございます。次がね369モノクローマンさん、バラ写真が1枚、タイトルがね静寂のイースター、カメラライカバルナック 3A、レンズヘクトール 28mmF6.3、 フィルムがねネオパンアクロス、旧ネオパンアクロスで、現像機 D76 自家現像ということですね。近くの教会をね自粛のため誰もいませんでしたと、静けさが神秘的でしたというね、これね建物のね見上げた写真ということで、平凡は平凡なんでしょうけど、被写体がね強いんで、なんていうんですか、印象的な、非常に印象的な写真になってますね。光の状態も、半逆光という
ということでね、印象的な写真にその力を添えているという形ですね。アクロス、旧アクロス、最近撮ったんでしょうけども、完全に期限切れになってますけど、モノクロフィルムはね、やっぱ強いんで全然使えますね。僕も冷蔵庫保存でまだ3本残ってますが、どうしようかなと思ってるとこです。はい、今日はここまでかな。1、2、3、4、5、ここまでになりますね。ちょっとね、待機してる方がたくさんになってるんですけどもね、次の動画もね、詰めて作ろうと思ってますが、時間があるかどうかわかんないんですけども、もうしばらくね、公開までお待ちください。はい、それではここから先はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、トップバッター、ドリームロコモーティブさん、今回 2名紹介しますんで、俺のカメラ写真投稿です。キャノンオートボーイルナということでね、これルナって月というイメージ、月という意味ですけど、レンズをね、開閉する部分が月の形してるからその名前なのかな。で、これライトボックスの上にね、乗せてね、これモノクロで撮っております。これなかなかのアイディアですね。写真は光なんですけども、下から光が当たってる写真っていうのはね、なかなかないと思いますね。持ってるコンパクトフィルムカメラ、どれも広角側が 35mm、38mm のスタートなので、28mm スタートの機種が欲しくなり、ヤフオクで落札、送料込みで1431円と。28mm のコンパクトフィルムカメラは単焦点レンズの高級機が多い中、ズームレンズで 28mm から使える機種は意外に少ないので重宝します。ライトボックスの上において100円ショップで買った LED ライトを補助光にモノクロでクールなイメージに仕上げてみましたということで、撮影に使用したカメラはソニー α7 レンズ、コンタクスカールツアイス、バリオゾナ T28703号から4.5の MMJ ということですね。なかなかやりますね。これちょっと面白い写真になってますんで、次からね、俺のカメラのタイトル画面に、決定いたします。これなかなかのアイデアだと思いますよ。これを見、ね、ご覧のね、皆さんもね、ちょっとアイデアを絞ってね、こういう面白い写真を、狙ったらといいと思います。はい、ドリームロコドミさん、ありがとうございます。次はね、イクオさんの、俺のカメラ、カメラアサヒペンタックス K2 になります。発売は1975年昭和50年ですので、私は数年前にヤフオクで買いましたということですね。 K マウント最初のフラッグシップ機ですので、少し ADX と似たようなところがあります。シャッターレリーゾーンうるさい音します。K2 の寿命でカメラのマウント側面にアーサーカンドダイヤル、露出補正ダイヤルがあり、大抵の K2 はグリス切れでダイヤル回りません。マウントのビス緩めてダイヤルを回しています。これはオーバーホールに出さないと解決しないようです。それ以外は丈夫な真鍮ボディのカメラですということで、僕もね、実はね、このフェンタックスの K2 ずっとヤフオクで狙い続けてずっと負け続けているんですね。まあ、そもそものね、予算が少なすぎるんでね、狙ってるんですけどね、それ K2 ね、2台ですか、いいですね、羨ましいですね。ブラックでもシルバーでもいいからね、なんとか落札できないかなと思ってね、狙い続けてるんですが、負け続けていますね。はい、今日のね、俺のカメラはね、こんな感じです。AQさんもありがとうございました。次はね、やったやっちまったのコーナーになります。はい、やったやっちまったのコーナーね、今回はね、ズボラさんの、投稿ですね。カメラ2台になるのかな。ニコン、どちらもニコンですね。ニコンのね、F601 かな、これ、F601、108円で購入という。
それともう1台がハードオフで1100円で購入した、ニコマートかな、ニコマート FTN ですね。セルフタイマーレバーと電池蓋が欠品でしたが、シャッターも全速変化するのを確認して購入。ニコマートの方はね、50ミリをつけてガチャガチャをやってしばらく動作確認したらレンズが外れなくなってしまいましたということで、シャッターは 見たけどマウントやレンズロックピンの動きは確認していませんでした。いろいろとやってみましたがやっぱり外れない、レンズは自分で清掃した元カビ玉のジャンク品、修理に出すことも考えましたが、本体1100円、レンズ1800円、どう考えてもそれ以上になりそう、なのでこのまま分鎮とも思いましたが、一度は撮ってみようとモルトを簡単に修理して撮影、シャッタースピードいろいろ変えてみましたが全然問題なく絶好調のジャンク品でした。ただレンズが外れないということでね、あのニコマート FTN はね結構ねレンズが外れないトラブルが出るみたいで、ガチャガチャのねあのベースがねニコマートの名板に引っかかって外れないようになるっていう例は聞くんですけど、これ違うのかな。一応ねズボラさんにねその名板を外したら外れるかもしれないよっていう、ことはね言ったんですけどね、作例のねあの方も、見事な作例になってますよね。これ視聴者様の投稿写真にね投稿していいような作例になってましたが、F601 の方はねこちらもねオールドレンズ、ニッコール、ニッコールこれ 1.4 かな、1.4 だね多分ね、で撮られておりますけどね、しっかり写っておりますね。108円のね F601 は非常にお買い得でしたけど、ニコバートね、1800円のレンズを抱きかかえたままね撮れなくなったということで、ね、なんとかね撮れるように、無理してね撮るわけにはいかないんでしょうけどね、難しいとこですね。もうこのカメラはこのレンズ専用にするか、どうしても外れないようなコッパみじんにバラバラにして外れるか外すか難しいところではありますけどもね。はい、ズボラさんありがとうございます。で前回の動画から投稿がドドーンと一気に来まして、ちょっとね俺のカメラもやったやっちまったのコーナーもね結構ねたくさん待機者を出してしまってますけども、もうちょっとねお待ちくださいませ。で次の動画なんですけど、久しぶりにね雑談の、方行こうと思ってます。別にネタがないわけじゃないんですけど、現像が上がってないのと、現像は上がってるんだけどスキャンできてないというパターンなんで、次の動画は雑談で行こうと思います。はい、今日のね、動画、ご覧いただいてどうでしたかね。いいなと思ったらね、いいねボタンぜひぜひ押してくださいね。リバーサルフィルムもね、まだ、現像済みが1本、撮影中が2本ということで進行中です。で、最終的にはね、リバーサルフィルム4本で色調とか、ディテールの差とかをね、出していこうと思ってます。この春はね、結構リバーサルにお金かかってますんでね、フィルム代で、いくらだ？5000何百円か、で現像代も同じぐらいかかってしまうんで、まあ1万円ぐらいかかってくるのかな。大分かりなんですけどね。まあ、春ぐらいはね、ちょっと景気よくいかないとね。景気も減退しておりますんで、僕一人と頑張っても、へど突っ張りにもならんのでしょうけどもね。でね、コロナウイルスなんですけどもね、相変わらず感染が拡大しておりますけども、今日何日だ？4月16日の、早朝に撮影しております。今、0時37分なんですけども、早朝に撮影しておるんですけども、ちょっとね、東京都のね、感染者の推移を見たらね、ちょっとね、落ち着いてきたように見えます。これ僕思うんですけどね、多分ね、志村けんさんが亡くなったタイミングから大体3週間ぐらいになりますけど、これが効いてきてるんだと思います。志村さんが亡くなったことでね、志村さんといえばね、もう、
小さい子供からね、もう死にかけのおじいちゃんとか おばあちゃんまでね、誰もが知ってる、超ね有名な人気タレントじゃないですか。で、志村さんが死んだことによって、そのコロナウイルスが怖いものだっていうことを、日本人はね3週間ぐらい前に認識したと思うんですね。それから多分ね気をつけるようになったと思うんですよ。で、このタイミングでね、その感染のね拡大の速度はちょっと緩んだということはね、志村さんの影響が多分大きいと思ってます。つまりこの病気はね、気をつけて予防すれば乗り越えれるものなんだっていうことがね、ちょっと分かったような気がします。志村さんね、ちょっと亡くなってしまったんですけども、彼は最後にね、そのこの病気は怖いんだぞっていうことをね、日本国民にね、教えてくれたっていう、自分のねその命を持って、教えてくれたんじゃないかなと思います。志村けんさん、ものすごくもうちっちゃい頃から大好きで本当に悲しかったんですけども、彼の死をね無駄に、しないためにもね、ちょっとね結構我慢にはなるんですけどね、皆さんねちょっと感染対策ね、感染予防、頑張っていこうじゃないですか。僕はねその外を出回ってますけどね、トラックから出ないようにしてます。で、ご飯もね全部持ってきてます。1週間分持ってきて全部自炊でやってます。で、もうトイレのねトイレに行くときぐらいですね出るのは。とにかくね人に接しなかったら感染しねえぞっていうことで、写真を撮るときは出るんですけども、人に接しないような場所で撮ってます。とにかくねその気をつければなんとかなると思いますし、気をつけなければひどい目に遭います。そんなわけでね、ちょっと志村さんのね死を無駄にしないためにもね、皆さん、感染予防に頑張っていきましょう。いつまで続くんでしょうね。ほんと辛いです。医薬品輸送してるんでものすごいんですね今ね。うちの会社は全部で、自分とこの車がトラック大型8台、協力会社が基本4台か、これを半分に分けて、6台6台で輸送してるんですけども、通常だとねその全部がね医薬品に回るってことはほぼないんですよね。だいたい何台かは飲料とか食品とかを運んでいくんですけども、今も全部医薬に、回ってて、それでも足りないような状況が結構続いてます。それ全部コロナっていうわけじゃないんですけどね、もちろんね、一部なんですけども、その一部が増えてるがために、輸送が結構逼迫してきてますね。運転手さんもねその疲労が積もってるんですけどね、事故のないようにね気をつけて頑張ってまいりますので、また応援してください。はい、じゃあ次の動画をね、またお待ちください。この辺にねチャンネル登録ボタン出てきますんで、チャンネル登録まだの方はぜひぜひ、チャンネル登録お願いします。はい、じゃあ次の動画までまた、お待ちください。ごきげんよう。さよなら。